カリステ、細川、打点王になる？嘘だろ。中日カリステ、3月19日のオープン戦で勝ち越しの犠牲フライを放ったことで、現在打点トップのソフトバンク山川と中日細川の7打点に並んだ。カリステってなんだかんだ打ってるよな。チャンスの時に打ってるイメージある。ショート、シードどかつ地元かと思ってたけどカリステも全然ありな気がする。内野手誰にするか決めがたいな。中日の選手が2人も打点王になってやがる。今年の中日はマジで強いんじゃね。投手陣は言わずもがな強いからな。なんか最近はチャンスでしっかり打ててる気がするから、このままいけばマジである。カリステどこでも守れるし、うまいからいいよな。カリステ、代打はちょっともったいない。どうする立浪。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。